はい皆さんこんにちは J セティーサリブンですねいつもお世話になってます、えー。だんだん世界がね本当にあの決心を超えてねものすごいねあのショッキングのニュースがもちろん毎日毎日ね、えー、報道されててまあこの地球意識ですねそのものが変わってますね惑星でベル意識ね皆さんあの視点が拡大しつつあってそれともね地球外への波動もものすごいねあのこの間シュンマハがあの上がってもう何度もね今年もスパイクしてるんで。 太陽フレアの影響で、この入ってきているエネルギーの刺激が半端ないんですね。で、そうするとね、もうあの、アセンシュンタイムラインに乗り切れないあの人たちと組織、それとも出来事、タイムラインの展開そのものがね、滅びて、消えていく、ね、現象も我々見えてますんで、今回ね、ちょっとやっぱりこのロシアとウクライナの現象で、あの、 まあ、クーデターじゃないけど、非常にまたショッキングニュースがこの間ね、ちょうど報道したところです。ガイドからのメッセージはね、もう最近、ET ガイドもものすごい忙しい感じで、あの随時に連絡来ないぐらいね、すごい連絡が途切り途切りで、えー、コンタクトしてるんですけども、例えば、えー、今の地球のマインコントロール私、ふと思って、やっぱりあの、オープンコンタクトの反対側のこと、えー、まあ、やっぱりこう、 ネガティブ構造がだんだん、ね、崩れかけてることはいいんだけどもそのちなみにネガティブ構造は私たちの現実になってるるじゃないですかあのお金のシステムとかあのいろんなそのあの科学の不正とかいろんなその今まで、ね、人間の成長を封鎖してたようなあ,のあり方があのもちろん溶け込むと消えるとあのプラスになるんだけども、えー、やっぱりこう 構造的の大黒柱的なところまでね、実際に今回、あの崩,れるあの崩れてね、あの撤去をしなければならないんだけども、そうすると、ね、もう建物全体がばーっと崩壊されるから、あのそこにです、ね、もう非常にデリケたトな大会作業中だよっていう、ね、メッセージが来ましたね。で、やっぱり本当にみんなまだあの住んでる状態で、あのウクライナで、あの、 映像見ましたよねミサイルがあのビルの,あのこっち側の北側がずっとあの穴開けてあのな部屋の中が見えるけども反対側の皆さんもあの部屋がまだ残っててまあ進む状態じゃないかもしれないけど同じようにですねあの我々があの同じ半分崩れてる建物にいる状態で、えー、今ガイドたちがすごくあの一生懸命その正常な場所を許す許あの揺さぶらない、えー、ものすごい配慮をしてくれてます。はい そしてあのやっぱりこれですね、あの社会的なそういう現象とあの社会の在り方と構造も皆さんの意識も考え方もセットなんで、そういうふうに上手に上手にこの集団ね、あのあの地球全,全人類ですねあの、意識の変化が行っている最中だからも、もその辺も上手に古い構造、えーあの、取り外し、 えー、新しいものに差し替える場所あの必要もあるときあるんで、そこら辺のでわれわれライトワーカーも実際、大事な役割を果たしてて、えー、すごくあの皆さんのこれからひらめくアイディアとか、これから展開する新しい、ね、出来事も、その新しい地球の社会の構造になるんで、このますます、ね、ET ガイド、ね、スターファミリーとのコラボレーション、このグラウンドクルー、地上クルーとしては、ぜひ頑張りたいと思いますね。 えと一気に。あの 変な存在がずっと何千年地球コントロールしましたっていうニュースは出てこないけどもどんどんそういうパーツね経済システムとかそういうあの戦争政治などそういう長年間ね封印されたところはもうあんまり大きな幽霊が発生しないような抜き方はしてるんだけどもやっぱりあのすごくそれは多次元的な作業でもあるのでもうあのいつもねガイドたちにこういうデレカシーとそういう難しい作業を時間かけてやって てくれるのはものすごい感謝しますねはい今日はちょっとアブストラクトな話だというのも、えー、なんかあの最新型メッセージとしてはシェアした方ですねはいでは今日もありがとうございましたオープンハートオープンマインド、えー、YouTube チャンネル登録と高評価もお願いしますはいよろしくお願いしますそれではまたお願いします